ちは、ムイベンクロシェです。今回は棒針編みでハンドバッグを作ってみたいと思います。棒針編みの編み方は一度も紹介したことがなかったんですが、自分のセーターを作ってみてすごく楽しかったので、棒針も一緒に楽しんでいただければと思いまして、棒針編みのハンドバッグの編み方をご紹介したいと思います。こちらのバッグなんですが、本当に自分がもう 4,5 年前くらいに編んだと思いますが、今でも冬になると結構持ってるバッグなんです。こういう風に家に余った毛糸をちょっとつなげて、タッセルもつけて、実はショルダーの紐もこういう風にアレンジして使ってます。表編みと裏編み2つの方法で楽しく編んでいただけると思います。今回はこういう風にメリヤス編みだけでなく、じゃじゃじゃん、ちょっと小さくサンプルで作ってみたんですが、表編みと裏編みで若干模様を作って編んでみたいなと思います。棒針編みのこのバッグは、こう持ち手のところがこうやってくるっと曲がって、こう持った時にすごくボリューム感もあって可愛いかなと思います。こういう模様をこのぐらいのサイズで作ってみたいなと思います。毛糸なんですが、基本はダイソーさんのシフォンムースを最初のベースに使うと思いますが、途中からは家に余った毛糸をいろいろ合わせて使いたいと思います。単色でももちろん可愛くできると思いますが、自分的には家に余っている毛糸の処理としてもすごくいいかなと思うので、使用する毛糸なんですが、基本はダイソーさんの最初はこのシフォンムースのネイビーカラーで始めたいと思います。そして途中からはいろんな毛糸、余った毛糸たちを合わせていろんな組み合わせをして編んでみたいと思います。配色も少しは考えながら、編みたいと思います。自分で参考にしているカラー配色のサイトですが、こちらのカラハントとトしようっていうサイトなんですが、結構可愛いカラーバリエーションがいっぱいあるので、もしよろしければ参考にしてみてください。概要欄に住所はつけておきます。針ですが、こちらの針は100円ショップで購入しました。2本一緒に入ってたと思いますが、15号の若干太めのかぎ針を使います。一つはこういう風になってます。でこれを使ってかぎ針編みと棒針編みはいろいろ違いがあるんですが、一番最初はだいたい80センチほどを残します。こちらが短い方、80センチを残したとこ、ここは糸のもっと、ちょっと分かりやすく出しておきます。毛糸を持つ方法、作り目を作る方法です。作り目は毛糸の元のどこを薬指と小指の間に挟んで、親指と人差しの後ろに回ってこの毛糸を持ちます。同じように薬指と小指の間に入れます。そのまま縁を持つようなこういう形に軽く持ちます。針を
日本通りにして日本を持って三角の三辺を利用して編みます。真ん中から針を入れて軽くねじって、この状態で親指の左側を中に通します。で次に人差し指の間ですね、この2つの間に入れます。入れて状態でもう一度親指の真ん中側を通します。なると目が一つできました。その後はここ残ったこの糸を親指で引っ張り固定させます。これでかぎ針編みの場合は一番最初こうねじった目は目の一つと数えないんですが、棒針の場合は1個目の目と数えます。なので最初作り目の2個目ができました。親指の皮の毛糸が短い方です。このまま緩んだらしっかりして、30目編むので、もう一度この状態で親指の左外から中へ、人差し指の左側の外側中へ、真ん中ですね。次に親指の中へもう一度で、親指のこの目は離します。離してここ持ってる短い方の毛糸を親指でこうやって伸ばします。キュッ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 、ここがしっかり緩まないようにキュッキュッキュッと伸ばします。それで3個目の作り目ができました。じゃあ4個目の目です。同じように外から親指、人差し指の糸1本外から真ん中、最初の糸を抜きます。親指の真ん中に針を入れて抜きます。じゃあこの親指の糸は離します。親指でここを緩んだ毛糸の方を伸ばします。じゃあ次もう一度やってみます。親指の外から中へ、人差し指の真ん中から左へ、で親指の真ん中から左外へ、親指の糸を離して糸を伸ばす。ちょっとこれからは若干早くなります。じゃあ1、2、3、4、1、2、3、4、編むときは針の一本を抜きます。ゆっくり抜きます。抜けたら、この最後の目は一度結んでおくといいです。糸足はこのぐらい残りました。一番最初裏編みから編んでみます。表編みは下から、裏編みは上から編みますね。巻き方は左で編む方法も
あるし、右で編む方法もあります。なんかフレンチとかアメリカンとかあるんですが、一番最初は右が楽だったんです。で、左で編める方は左でも全然構いません。ご自身で使いやすい方法で良いと思います。裏編みからするので、裏編みの場合は毛糸が前に来ます。じゃあ一番最初の目は上から針を刺したら糸を上から下に巻きつけます。で、このまま針にこういうふうに2本でこの穴にそのまま抜きます。抜くとこういうふうに8の字みたいななるので、ここの毛糸はこうやって抜きます。で、同じように2個目の目にも上から穴のところに入れて、毛糸は必ず裏編みの時は必ず前です。上から下の方に、ここを抜く時はこのままじゃ長さが合わないので、針の先を持ちながら押して抜きます。で、ここの針は抜きます。同じように中に入れて、上から下に入れて、糸を巻きつけて、少しだけ残して抜きます。上から下巻いて抜きます。から、あちゃ、棒針をあんまり編んだことなかった方は最初ちょっと難しく感じるかもしれませんが、本当に編んでいたらもう棒針は見なくても手が動くほどそういう作業になるので、棒針もすごく楽しいです。棒針は自分が小学生の時にお母さんに教えてもらって、何度も何度も、もう毎年冬になると教えてって忘れたって言って、で教えてもらった覚えがあるんですが、大体マフラーですよね。マフラー編んでる時にもう途中で飽きてしまって諦めるとか、短いマフラーにしちゃうとか、いろんなことがあったんですが、でも楽しくやってたと思います。で、それからかぎ針を覚えたんですが、かぎ針と棒針編みはまた違う魅力がありますね。じゃあ上から回して、途中で糸がこう抜けるのが心配な方はこう三角のキャップなど も販売しているので、それを使うと便利かなと思います。次の段では、メリヤス編みなので、次の段では表編みを編みます。メリヤス編みはこういった綺麗なこのニットの模様が出るって言って、裏側にはこういった波のような模様が出るのをメリヤス編みと言いますね。ここはメリヤス編みで、ここは客の裏面が見えるメリヤス編みで編んでいきます。メリヤス編みなので、次の目は表編みになります。裏編みは上から突き刺して編みましたが、表編みは下から上に刺します。下から上に入れました。で、毛糸はもう一度持って、同じように持って、じゃあ X 字に、まあ、自然になると思います。 X 字に持って、左手でここの右手の針を持ってあげるとちょっと楽ですね。で、
毛糸を外側から内側に巻いて、外側から内側に巻いて、同じように中の方に、上から見えます、見えるかな、こう巻いたまま状態で中から外側に入ったところをもう一回出ます。で、ここをキュ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 ゆっくりここだけ抜きます。これで表編みです。結構楽ですよね、難しくないですよね。若干伸びたかなって思っても気にしない。で、これを伸びたかなと思ってこう引っ張ってするときつくなって、もう針入れなくなるので気をつけてください。表編みなので、だから入れてここを持ってあげます。持ってあげて外側から内側に糸を巻いて、糸を少しだけ広げて糸を通してあげます。最初出たところ、前の下から刺したので、前の下から1本刺して、左手が右手を手伝ってあげて、外側から中へ抜く。表編みはなんか簡単そうな気がしますね。本当にこう慣れるとすごく早くできるのでで、かぎ針編みよりも棒針編みが難しいのが力加減です。力加減を本当に緩めに、緩やかにしないと伸び縮みがすごくなんか目立つようになるので、緩やかにするのが大事だと思います。もう一度下から入れて、外側から内側へ入ったところから出ます。脱いで抜く、じゃあ最後まで編みました。次の時はまた裏編みになります。メリアス編みなので、次が あれ次裏編みだったっけ、表編みだったっけ、途中でわからなかった場合はこうやって糸を持ってみます。次左手で持ちます。左手で持ってこう内側を見ます。こうやって波が見える場合は裏編みです。外側で見たらダメです。内側で見ます。裏編みの場合は毛糸が前ですね、上から下へ刺して入れたところから出ますね。 X が若干大きい X になります。裏編みの場合は糸が前で、で上から外側から内側へ、で入ったところに出て、で上から中へ、下に、上から下の方に刺して、外側から外側から内側へ、で入ったところにもう一度出ます。外へ。この途中でピンポンピンポン、なんか郵便物来ました。はい、置いて、はい、帰ってきました。あら、あれ次どうやったっけ、何を落としたらいいんだっけ。じゃあ見てみます。じゃあ編み物は必ず内側にあります。外側ではありません。
内側にあります。内側にしてみると、これは並々だ、並々に見えるから裏編み。じゃあ毛糸は右にあるんだ、右に持ちます。裏編みなので上から突き刺して、毛糸が後ろにあるか前にあるかちゃんと確認します。ちゃんと前にあるんですよね、方向が。じゃあ前にあったら大丈夫です。じゃあ上から下へ巻いて、上から下へ、上から下へ、このように。かぎ針の場合はちょっと結構一個一個目の数を数えて確認するんですが、棒針の場合は普通に編んでいくと、こうやって目が抜けた場合は目で見えるんです。なんか穴が開いたりするので、それさえ気をつければ数は数えなくても大丈夫と思います。でも途中で何回かちょっと確認のために数えるのはすごくいい習慣だと思います。じゃあ最後まで編みました。次に針を変えて、メリヤス編みができてます。こういうふうに綺麗な模様が出てるので、ここが表側になります。じゃあ次また表編みをもう一度編みます。裏編みの場合はここの毛糸を前にして、こう上から刺しました。表編み忘れてないんですよね。表編みは下から上に刺して、糸を持ってくると普通に後ろ、こう後ろっていうのは糸の向きがこう外側になってる、ここ外側になってる、これが外側になってるかを確認します。糸を外側から中へ、内側へ巻いて、同じように、じゃあ表編みを編みます。編みました。また針を入れ替えて、最初作り目は1段目と数えないんです。なので一番最初、裏編み、表編み、裏編み、表編みまで4段編みました。もう一段裏編みをします。裏編みの場合はこう糸見ます。針を入れて外側から内側へ抜く。こう左の指で次の目をこうやって一個ずつ出してあげると、出してあげるとさらに編みやすくなります。こういうのは自然に編んでるうちに慣れますよね。こういう風になると思います。5段目編みました。ここでちょっとサイズ測ってみます。ここでサイズ24センチ、横面をつなぐと23くらい、若干ミニサイズバッグになるので、5センチほど増やしたい方は5センチで、まあ、6目か7目ほどになりますね。次、持ち手部分を作りますが、こういったかぎ針でも使うダンスマーカーなどがあれば使いやすいと思います。もしこういうのがなかった場合、色の違う毛糸を短く切って結んであげると分かりやすいかなと思います。今30目なので、真ん中の10目を持ち手の部分にしようかなと思いますので、2、4、6、8かけておきます。10目ずつして、ま
若干こっちが伸びるので10目で良いかと思います。目印をしておきます。じゃあ6段目になりますが、じゃあ今回は持ち手の部分を編むので、最初は同じように表編みを10目編みます。1から2 3 9 10。じゃあ10目編みました。次ここパンスマーカーあるんですが、手を入れるには穴がいりますよね。穴を作らないといけないので、目印をした目を表編み、次の目も表編み、目印をした目と次の目2目を表編みしました。12目表編みをした状態で、11個目の目を1つ前の目ですね、1個をこうやってすくって左の棒ですくってこうかぶせます。かぶせるとこういうふうに穴ができます。で次も同じように表編みをして1個前の目をかぶせます。同じように10個を持ち手の部分をかぶせていきます。ここまでかぶせました。でこう目印をした目までかぶせて、もう一度表編みをして、最後の目までかぶせます。そのまま表編みを編んで、メリヤス編みですよね。メリヤス編みをします。次の7段目の動画は裏編みを10目した後の動画になります。この状態で10個の目を作らないといけないんですね。で10個の目を作る時は、こう糸を左で持ちます。左で同じように持って、人差し指を外側から中側へこうねじるようにして、この右手の針を下から上に入れて抜きます。これで1個目の目ができました。じゃあもう一度左手で外側から内側へ巻いて、ここかかっている方じゃない反対側の方に下から上に2、同じように外からここ3 4 5 6。じゃあ最後に数えます。10個でやってます。次に糸を元に戻して、裏編みです。模様、裏編み模様ですよね。裏編みなので、裏から糸を前に持って、裏編みをこのまままた10目編みます。
状態で、じゃあ次表編みなので糸を後ろにして持ってきます。次に表編みを編みます。10個編んで、じゃあメルアス編みのそのまま出てますね。で次この作り目のをしたので、ここを同じように編みます。ここ若干きつくなってるかと思います。こういう線も出てるし、でそんなに気にせずに10目編みます。1穴をちゃんと探して、糸がちゃんと全部通れるように、最後です、頑張る。10編んで、次そのまま1 2 3、じゃじゃーん、こういう風に持ち手の部分ができたので、ここは外します。終わると若干、ここが広い気がしますが、ここをちょっと、気にしなくても良いとは思いますが、自分的には若干気になるところなので、こうやってマーカーでつなげておいて、糸処理するときに若干つなげていこうかなと思います。どうせここはこう持ってるうちに伸びて広くなるところなので、そこまで気にはしなくてもいいです。ただ私みたいに若干気になるなっていう方は、こことここを一度こうやってつなげてあげると、もっとさらに綺麗になるかなと思うので、ちょっとマカをつけておきます。でこうマカをつけておくのは忘れるので忘れないようにっていうことですね。でこのまままたバック見ると、こう模様が変わるまで同じように、こう好きな高さまで同じようにメリヤス編みをしていきます。自分的には同じ高さに しようかなと思うので、5段ぐらい、もう5段ぐらいメリヤス編みで編んで、じゃあ次に裏編みなので、裏編みの番なので、じゃあ目を、糸を前にしておいて、こう最初だけこういうふうに、同じです、変わりないです。こういうふうに裏編み、次表編み、裏編み、表編み、裏編みまで5段編んできます。でその次に模様も変えながら、糸もちょっと変えてみようかなと思うので、編んでみてください。じゃあここまで編みました。じゃあ 1,2,3,4,5 段ですかよね、編みました。で次は若干こういったこう表編みと裏編みで若干模様付けをして編んでいきたいと思います。糸も若干変えてみるので、これは残っていたベロア糸2本とこういった毛糸があったので、ちょっと似たような糸からつなげていきたいと思います。太さとしては若干
太いかもしれませんが、このままでいきます。で今30目 でここから5目ずつ模様をつけていきます。ちょっと忘れがちなので輪をつけとくと楽です。ここからはもともと表編みのところを5目だけ裏編みにします。ここで針を入れて糸を下からこうやってかけます。かけて抜きます。じゃあ次また上から刺して同じように裏編みをします。2 3 4 5。じゃあ裏編みの次は表編みをするので、今毛糸が前の方に出てますね。でこれを後ろにして普通に表編みを編みます。次にこう残りの5目は裏編みをしますので、糸の頬が後ろなので、これを前にこういうように置いてから裏編みをします。次に後ろにして、その前にこの毛糸ですね、一番最初始めたところをこうちょっと適当な長さで切って、もうここは2つを結んでおきます。結んでおきます。じゃあ邪魔にならないようにしておきますね。2回結びます。結んでこのぐらいにしておきます。次に5目ずつだけ真ん中と反対の編み方をするので、それだけ注意して編みます。これがちょっと迷うから嫌だっていう方は、普通にメリヤス編みで編んでも全然可愛いです。なの で自分は若干こうメリハリをつけたいので、ここで表編みを5目2 3 4 5目。次に普通にもう裏編みのところなので、糸を前にして次に裏編みで20目編みます。じゃあ5目がどこでしょう。1 2 3 4。あら、1個多く編んでしまったんですね。裏編みを戻します。編んだ目の下の目を、裏は上から下、表やったら下から上ですよね。で上から下を持ってこうやって簡単に戻せます。じゃあまた5目、
ね。こういうように編んでいきます。最初ここ表のところは5目だけ、裏編み、よいしょ。初心者の方は単色で普通にメリヤス編みで作ってみてから挑戦しても良いかと思います。じゃあ次に表編みになるので後ろにして、次表編みに戻します。じゃあ残り5目は裏編みなので、じゃあ見てみると裏編みはこうやって前に1本ずつ棒がかかってあるんです。これは次裏編みだって分かって、じゃあここ表編みの時はズルンとしてるんです。何か何も なしっていうか、ズルンとしてるのは表編みで、こう棒の下に何か壁がある、一本壁があるのは裏編みで思っていれば良いと思います。で毛糸を裏編みなので前の方に戻して裏編みを、じゃあ5目、よいしょ、5目編んで、ちょっとしか編んでないんですが若干テキスチャー変わって色も変わってもう可愛い。でこの完成したものがどんなものになるかもドキドキしますよねそういうのがもう大好きですね自分のは。で次に裏にして、後目は表編み、もうこういうのがこれでもう全てです。もう編み方としては5回後目編んだので、これを糸を前にして上から刺して裏編みで、毛糸を3本引き揃えてるんですが、太さがねあんまり違いすぎても良くないので、ある程度の太さは合わせてください。今若干分厚いなと思いますこの5目ずつ模様を変えるんですが、場所が迷って過ぎてしまったりする場合があるんですよね。でそういう時にこういうマーカーを挟んでおきます。5目ずつ挟んでおくと、これが出てきたら次編み方が変わるっていう印象でいいと思います。で同じに反対側も3、4、ここの次にこう入れておいたら分かりやすいですよね。次もう少しだけ編んでみます。じゃあ裏、裏編みです。これはこういうのが出ました。このまま入れて入れ替えて、糸を後ろにして普通にまた表編み、今ここまで編みました。だいたい長さ5個
ここからまあ20センチ、24センチなので、ここから20センチとして、表側と裏側、コケ40センチ、同じように編みます。いろんな組み合わせでここまで編みました。自分はだいたい31センチほど編みました。ここから殻を入れ始めたところからだいたい30センチ、31センチほど編みました。ここでこういうふうに半分折り曲げて同じように反対側のこう手持ちのところを編んでいきたいと思います。こういうふうに同じように反対側から編んでいきます。普通に裏編み5目、表編み20目、裏編み5目のように編んできたんですが、真ん中がすべてメリヤス編みに見えるところが表になるので、ここを続けて表編みで編んでいきたいと思います。手持ちのところはちょっと同じようにしたかったので、同じ毛糸で表編みをします。普通にここで針を入れて糸をかけます。いろんな毛糸を組み合わせて編んだので糸足がかなりいっぱい出てます。なので終わってから糸処理をするとかなり大変な作業になるので、時々その糸足が出た時に隠しておくと後が楽なのでおすすめします。次に表編みを メリヤス編みで6段編んで、次は表編みをするところなんです。ここで最初と同じように持ち手部分穴を作るので、ここで目印をしておきます。6、7、8、9、10、11個目に目印をしておきます。反対側も90、真ん中の10目のところに穴を開けます。ここまで10目は普通に表編みで編みます。10目編んだら次に2目を普通に表編みで2目編みます。10個編んで2目のところで1個前の目をかぶせます。伏せ目ですね。かぶして1個にします。じゃあ12目が11目になりました。次も同じように表編みをして1個前の目を作ってかぶせます。じゃあもう1個最後の目も同じように伏せ目をしていきます。となるとここ
10名、ここも10名になったんですね。で、このまま、表編みで最後まで編みます。こういうように持ち手のところができました。次の段で裏編みを編みます。裏編みを10目編むとこういうように真ん中の打ち手のところの目がなくなっているので、ここの目をもう一回作ってあげます。もちろん右手でこうやって持っててもいいんですが、こっちの方が分かりやすいので、この右手の針を下から上に入れて抜きます。左手の人差し指でもう一度外側から内側へねじって、内側の毛糸を下から上の方に2、3、4、5、10個できました。次裏編みなので、毛糸が前に来るようにですね。で、このまま裏編みを編みます。次にこういうふうに次は表編みの番ですね。下から入れて、ここは編む時に狭かったら若干広げて入れます。最後の伏せ止めで目を減らしていきます。表編みの番なので、同じように表編みを2つします。で、次に持ち手を作る時と同じです。1個前の目をかぶせて減らします。こういうふうに最後に目が一つ残るまで一個ずつかぶせて伏せ目をします。最後の目一つ残った時に、この中に最後の目を広げて切った糸を入れて、結んであげます。つなげていくんですが、とじ針に入れてつなげていくところは一番最初の横線を見てみましょう。くるくるっと中に曲がってあるんですけどね、ここに一つの目があって、次2個目の目がここになります。なので、ここでもいいんですが、ちょっと浅いのでここの列同士でつなげていきたいと。細い線1本にすると1、2、3
と4の間ですね。反対側も反対側も一番最後まですると1本、2本、3本、4本なのでここ。じゃあつなげていくところは、つなげていくところは一番最初の横線を見てみましょう。とちょっとこうくるくるっと中に曲がってあるんですけどね、ここに一つの目があって、次2個目の目がここになります。なので、ここでもいいんですが、ちょっと浅いのでここの列に、ここの列同士でつなげていきたいと思います。こう見ると V の真ん中にするとこう、なんていうかな、こう細い線1本にすると1、2、3と4の間ですね。こう細い線1本を基準にすると1本、2本、3本、4本、3本と4本の間。じゃあ反対側も一番最後まですると1本、2本、3本、4本なのでここになります。これを考えながら半分を折って横通してみると、端っこのとこがくるくるっと中に巻いてあるので、これを最後まで広げて広げて、一番上の VVっていうところの真ん中に線があるので、後ろから見るとここの線ですよね、こういう線なので、 V の真ん中に刺して線を一本すくって出てきます。出して最初は、でもしちょっとこういう穴が大きくなったり汚いところは奥に隠しながらつなげていきます。こう糸を出して最後まで絞らずに、ちょっとこう人差し指にかけてちょっと残しておきます。じゃないとこう後でどこの目をすくったらいいのか、どこに入れたらいいのかちょっと分かりにくくなるの で、この状態で反対側を探します。反対側はここの V の真ん中につなげていくので、一番上の目ちょっと見つけにくいと思いますが、頑張ってつなげていきましょう。こういうように糸が2本できました。じゃあ新しくできた線を残して、前の残しておいた線はこう絞ります。絞って一番上の目はちょっと広がりやすいのでちょっと強く絞ります。ここは同じところを何回か行ったり来たりしてつなげていくと良いかと思います。2回同じところに行ったり来たりしますね。次は残しておいたこの線の出たところ、この残しておいたつなぎ目ですね、つなぎ目の出たところに針を入れて
こう下のこの V の下 V の中に隠れてある線を2本、1本2本すくって足します。この出た時にはこう残しておいた線は必要ないのでこう絞ってなくします。次に新しく線ができて、この線の反対側の出たところ、この線が出たところに針を入れて、じゃあ真ん中に1本1本2本すくって糸をつなげます。上の方は絞って新しいつなぎ目だけ残して、次につなぎ目が出たところに針を入れて、同じ列に1本2本糸を入れて、次反対はこの糸が出たところに針を入れて、1本2本すくって、これはいらないので絞りながら少し残します。で次にこの糸が出たところに針を入れて、真ん中に1本2本ゆっくりつなげていきます。じゃあ次はどこに針を入れたらいいのか迷うことなくできますよね。こう糸を残してあるので、残した糸の元に針を入れて、同じ列に糸を通して次にここの糸が出たところに針を入れて、で新しくつなぎ目を作って、次このようにここ最後までつなげていきます。上の部分はもうこういう風につなげて、あれどこにつなげたのかわからないぐらい綺麗ですよね。でつなげて下に来ました。下は表編みでは裏編みになるんですが、同じようにします。同じようにこ
糸が出たところに入れて、普通にこうこの列の横線2本をすくって、ちょっと糸が見づらいですが2本をすくって、同じです、あまり気にせずに。次、糸が出たとこから2本すくって、このように、ゆっくりした方がきれいくできる方法なので、あんまり慌てないようにゆっくり一つ一つ見ながら最後をきれいに合わせるのが大事です。こういうように、わからないんですよね、あんまり全然につなげていきます。最後の部分は中に入れてから中で糸を隠して、糸を切ります。そして持ち手の部分ですよね。で、持ち手を見るとここ片方のもう一つの方が結構広がってあるので、こちらを裏からこう残りの糸を入れて、裏から残りの糸をこれとこれをこうつなげていきます。つなげてもここちょっと穴ができてしまうので、ここもしっかりきれいに隠してあげます。隣を置いて、また隣のように、穴が見えないように、あまり穴が目立たないように隠して、で、いけます。ここを引っ張ってしまうとこちらが逆に穴になってしまうので、ちょっと注意しながら、あまり穴が広がらないようにして、もう残りの毛糸は若干糸を少量して、同じところに糸を隠して切ります。サイズは横幅が約22センチで、高さはだいたい23から4ほどなりました。もう少し長くしたい方は長く編んでつなげても良いかと思います。そして手持ちのところはもうすでにこうやって外側にくるくるっとなってるんですが、指の4本が入るぐらいのサイズになってます。こういう風に持って、で、これはサイズが結構小さめなので、
厚さもそんなに分厚くないので、こうやって畳んで他のバッグに入れて持ち運びもできるようなこう厚さになってます。前と後ろ、いろんな家に余っていた糸をちょっと組み合わせてみたので、いろんな顔が出て可愛いかなと思います。でこちらは結構財布も入るかなぐらいのサイズですよね。こちらのバッグは最初に説明ちょっと忘れていたんですが、こちらのバッグと比べて結構ボリューム感があるんですよね。その理由は毛糸自体はこっちは普通の毛糸なんですが、こちらはファブリックヤンになります。ファブリックヤンなので、毛糸のこう見てみても太さもかなり、一つの目の大きさかなり違うんですね。こちらはジャンボ棒針、こちらも100円ショップで購入した針なんですが、10ミリ、ファブリックヤンのこういうファブリックヤンのこういったジャンボ棒針で編んだものなので、目の数が同じでもこんなにボリューム感が違ってくるんです。しっかりとしたバッグが編みたい方はファブリックヤンでジャンボ棒針で編んでみると、こういったしっかりしたハンドバッグになるのかなと思います。こちらはどっちかっていうとすごく軽くて持ち運びもしやすいセカンドバッグのようなものになるので、お好みのスタイルで作ってみてください。ダッセルを作って飾ったり、こちらもしても可愛いかなと思います。たまにはかぎ針だけではなく棒針編みの小物も良いかなと思いますので、たまにはちょっと寄り道してみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また。